失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。ご苦労様です。はい、今日はどちらにいらっしゃいますか？今日はね、熊本に来ております。はい、これから あと10分ぐらいで公演が始まります。熊本のどういったお客さんにお話しますか？今日はね、製粉関係のお客様で、メーカーさんですね。そこで公演を200名さんぐらい集まって、ここで90分の公演をさせていただきます。今日の公演はいつもの通り、寄り添う公演っていうのが中心なんですけども、公演が終わった後に皆さんが前向きな気持ちになれるように、楽しい、聞く側と公演する側が一体になれるようなことをお話しして進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。